そこのあんた、団長がどこにいるか知ってる？いえ、自分は知りません。あんたたちは？団長がどこにいるか知らない？フィン？知らないよ。今日は見てないな。私も。せっかく遠征の合間の休日だっていうのに、どこ行っちゃったのかしら。フィンなら冒険者通りへ行ったぞ。買い物ではないか？わかったわ。ありがとう、ガレス。団長ったら水臭いんだから、買い物だったら私がついていくのに。逃げたんじゃねえか？うぜえアマゾネスに迫られるからよ。って何すんだてめえ。うぜえ獣人をしつけただけだよ。余計な口ばっかり達者なうざい獣人はいるけどね。ああ、なんだやる気か。おいおい、その辺にしておけ。オウムを壊されちゃかなわんわい。そうね、こんな獣臭いやつのことより早く団長を探しに行かなきゃ。その代わりにもうぜんだっての。連れてってください。そのまま連れ去ってください。おいおい、君たち、あ、参ったな。あー、かわいい。団長、何やってるんですか？ティオネ。ああ、僕は買い物の途中だったんだ。それじゃあまた。あ、団長。何あんた、私たちのフィン様のお邪魔よ。なれなれしく近寄ってんじゃないわよ。あんたみたいなアバズレはフィン様にふさわしくないのよ。ゴブリン程度の連中がギャーギャーわめいてんじゃねえよ。こんな、やっちまうわよあんたたち。やってみろよ。ほら、次行くぞ。覚悟しやがれ。まったく、団長もいい迷惑よね。変な女どもにまとわりつかれて。団長は私が守らなきゃ。これは、団長の残りが。団長の居場所なら間違えるわけないわ。急がないと、団長が危ない。団長、探しましたよ。通してくれないかい？行きたいところがあるんだ。どこですか？私たちもついていていいですか？ピン様の行くところならどこへでも行きます。せっかくだからみんなで行きましょうよ。困ったな。僕を一人にしてくれないかな。私たち離れたくないです。団長、あなたって人は。ああ、またか。なんで私から逃げるんですか？誤解と言っても信じないだろ。ちょっとあなた、フィン様が迷惑してるのよ。フィン様の追っかけをしたいならマナーを守りなさいよ。ちょろちょろまとわりつくんじゃないよ、ブス。
てめえらこそ団長に群がってんじゃねえ。餌にたかるキラーとかよ。上等じゃない。今度こそ叩き潰してあげるわ。何度も何度もざけんじゃねえ。少しは団長の迷惑も考えなさいよね。ベタベタまとわりついて。団長の隣は私だけのものなの。向こうにフィン様にお似合いのお洋服がありましたわ。私とショッピングいたしましょう。フィン様は私とお食事するのよ。美味しいお店があるんです。一緒に行きましょう。あなたたち、フィン様はお疲れよ。お茶を飲んで休みましょう。あたしと。悪いね、もう予定があるんだ。そんな。団長、もう逃がしませんよ。さっきから何遊んでばかりいるんですか。ティオネ、頼むから冷静になってくれ。私は冷静ですよ。とてもそうは見えないが、ま、追いかけっこは終わりにしようか。君がついてこなければね。悪いけど、僕には予定があるんだ。一人にしてくれないか。これ以上僕を困らせないでくれ。そんな、団長。まだお分かりになりませんの？あなたは振られたのよ。さっさと消えなさい。これに懲りたら、フィン様に二度と色目を使わないことね。私が、団長に、そんなはず、ない！しつこい女ね。だからフィン様に嫌われるのよ。いい加減迷惑よ。フィン様につきまとわないで。キャンキャンうるさい！コバルト女どもめ！そんなわけない。団長には何か深い考えがあるのよ。きっと周りの面倒な女たちの手前、わざとああいう言い方を。そうよ、きっとそうだわ。団長を見つけて本当のことを聞かなきゃ。ティオネ、帰らなかったのかい？団長、さっきのはどういうことですか？何か深いお考えがあってわざと言ったんですよね？やれやれ、やっぱりダメか。そんな、どうして急に、こんな、団長！フィン様が困ってるじゃない！もういい加減帰りなさいよ！露出狂の動物が、さっさと消えちまいな！目障りなんだよ、おめえは！目障りなのはお前らだ！私が団長と話してんだよ！そこをどきな！オークみたいな図体しやがって！誰が毒かよ、この勘違い女が。勘違い女はどっちだよ。はあ、まったくどうしようもないな。いや、君のことだよ、ティオネ。団長、そんな、ひどいです。どうしたものか。アマゾネスの性分とはいえ、怒りに任せてちょっとつ盲信すぎる。私、団長に見捨てられたかと思って。だから。やれやれ。僕が君を見捨てるような男だと思うのかい？だって、ついてくるなって。用事を済ませたら戻るつもりだったよ。それまでどうして待てないのかな。君といい、ティオナといい、ベートもアイズも感情に任せて突出することが多い。
あの、団長、何の話ですか？僕の考えていることは一つだけだよ。派閥をどうやって強くしていくか。それって買い物と関係あるんですか？もちろんさ。今日一人で街に出かけた目的はそれだよ。戦闘中にすぐに突出する団員、しかも幹部をどうすべきか、それを解決するアイテムを買いに来たんだ。そんなアイテムが？けどそれなら別に私と一緒でも問題ありませんよね。ちょっと怪しげな商人に間に何人も返して探してもらったから、どんなアイテムかわからなかったんだ。もしそれが心を支配するような薬品なんかだったら、君たちもいい気分はしないだろう。そんなもの使わなくても、私の心は団長で支配されてます。まあそれはそれとして、もちろんそんな危険なアイテムだったら使う気もなかったけどね。あ、それで結局そのアイテムは手に入ったんですか？結論から言うと役に立ちそうになかった。用意されたアイテムを見て、僕一人で来て正解だと思ったよ。どこで話がねじ曲がったのか、入荷されたのはモンスターをテイムするための首輪と手綱だったんでね。ガネーシャファミリアじゃあるまいし、そんなもの使えるわけがない。私は、その、団長がお望みなら、使ってもらっても。やめとくよ。いろいろ後戻りできなくなりそうだ。そうですか。それ以前に購入も断ったしね。他の団員に見られたくなかったから。ああ、そんなもの買って帰って、ベートやティオナが見たら大騒ぎですもんね。そういうことだ。だからティオネ、このことは他言無用で頼むよ。分かってます、団長。それで、お一人で行動なさってたんですね。やれやれ、我ながら俗っぽい考えだったよ。部下の統率をアイテムに頼ろうなんてね。何よりもまず、僕自身が信頼を勝ち取る他に方法なんてないのかもね。指示通りに動いてもらいたければ。みんな信頼してますよ、団長のことは。その割には命令を無視して戦闘する者が絶えないな。戦いは別なだけです。みんな戦士ですから。そうかもね。まだまだやることは多そうだ。私もお手伝いさせてください。君も高揚すると止まらなくなってしまうけどね。私に戦いを止めさせる力なら、団長はもう手に入れてますよ。君から戦いを？はい。ああ、そういうことか。それはやめておくよ。どういう意味ですか？支払う代償が大きすぎる。そんなことありません。どうかな、今日の様子ではためらってしまうな。おしとやかな女なんですよ、私は。行動が言葉に追いついたらまた考えるよ。本当ですね、約束ですよ、団長。ああ、少し軽率だったかな。